はい、はい、と、はい、皆様こんにちは、あずみです。買っちゃいました、カッティングプロッター。すっごい欲しくて買っちゃいました。これバイクのカウルの仕上げの時にね、使いたかったので今回購入したんですけれども、もう早速開けちゃっていいですか。開けさせていただきます。このカッティングプロッターとは、カッティングステッカーを作るための印刷ではなく、カッターナイフを動かすプリンターみたいなもの。このステカ SV8 は家庭用のプロッターで、 A4 サイズくらいの大きさしか作れませんが、これでロゴやデザインしたステッカーはもちろん、他にもマスキングシートを切り出せば精巧な塗装ができたり、ラバープリントシートを切り出せばクオリティの高いオリジナル T シャツを作れたりと、かなり DIY 感がなくなってしまいますが、商品や作品をレベルアップさせるためには神ツールとなってきます。そう、プレゼントするのにも使いたかったんです。ということで早速使っていきたいのですが、このプロッター、当然パソコンがなければ使えません。パソコンにドライバーとソフトをインストールするのですが、ここでちょっと手間取りましたので注意点を一つ。開いたウィンドウから個別にインストールを選択してください。加工ソフトのカットスタジオは CD からインストールするだけなのですが、下にある Windows ドライバー、 Windows 10には対応していません。ホームページで Windows 10用をダウンロードしてくださいね。ステーカーダウンロードで検索すれば一番上に出てきます。ここでカッティング製品の一覧をクリックするとダウンロードページが開きますので、お使いのパソコンに対応しているドライバーのダウンロードを行ってください。私のパソコンは Windows 10 64bit なので、こちらを選択して SV8 用のドライバーをダウンロードします。基本的なダウンロード作業は割愛しますが、10分ほどで完了するかと思います。お待たせしました。それでは使っていきましょう。ソフトを開いて、切り出したい画像を載せていくんですが、デザインが決まっていない場合はこのソフトだけでもデザインできますので、基本的な使い方のみご紹介していきます。グリッドが書かれている場所が有効範囲ですので、サイズを調整していきます。はい、だいたいサイズが決まりましたので、次に画像の輪郭を読み取っていきます。図形をクリックして画像の輪郭を選択します。今回のように簡単なデザインの場合、そのまま左上の輪郭線抽出をクリックするだけ。これだけである程度の輪郭を描いてくれますが、拡大してよく見ると結構輪郭がずれていたりします。この後このずれている部分を調整していくのですが、これが一番面倒でテクニックが必要な作業です。ステッカーを業者さんに発注する際、データの入稿という段階があるのですが、 JPEG 画像だとデータの構成量が発生しますが、かなり面倒な作業なので納得の費用だと感じました。曲線がたくさんあるようなデザインや輪郭がたくさんあるデザインの場合、相当時間が必要になります。一度データを作ってしまえば、あとは簡単なので、ここは頑張りましょう。後ほどカットしたステッカーをお見せしますが、カッティングプロッターはどんな小さなデザインでも出力しようとします。ただあまり細かいデザインを行ってしまうと、めくれてしまったり剥がせないようなカットになってしまうので注意が必要ですね。逆に大きなデザインの場合、この輪郭が重要になってきます。綺麗に曲線を調整しておかないと、カクカクになった部分が目立ちます。小さなデザインの場合はサイズ感、大きなデザインの場合は曲線の引き方など、この輪郭を描く作業を練習する必要がありますね。ということでロゴの輪郭ができました。これで複数カッティングシートが欲しい場合はコピー&ペーストするだけ。大量生産やサイズ違いも簡単にできます。次に文字をデータにする方法ですが、こちらは簡単。文字を打ち込めば輪郭線で表示してくれるので、あとはフォントを選ぶだけ。
もちろん輪郭を編集してデザイン文字を作ることも可能ですね。最後にどれくらいの大きさまで出力できるのかテストしたいと思うので、アルファベットと漢字を下の方に入れておきます。さあ、それではカットしていきましょう。安住向上委員会。
はい、いかがでしたでしょうか。 SV8 これから大活躍の予定なんですが、まずはこちら、とりあえず大量にステッカーを作ってみました。練習した結果 AIC のロゴのステッカーは簡単に作れたので、こちらのステッカーを8体や DIY ショー、今後どこかでお会いした方にプレゼントしたいと思います。安住を見つけたらステッカーくださいと言っていただければお渡ししたいと思いますので、ぜひぜひお声かけてください。それと過去にスーパーチャットやプレゼントをいただいた方には順次ステッカーを発送したいと思っています。担当がナスドンになりますので、ステッカーを受け取ってくださる方はナスドンのツイッターに DM で住所と送ってくださいね。それではこの動画を見ていいなと思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。